44年前はうな丼が1000円でしたね。でうな重が1200円、その頃に比べると3倍近くになってますかね。うなぎは海と川を利用して生きている生き物なので、いろんな影響を受けています。でもやはり一番原因とされているのは乱獲で、シラスウナギを多く取っているのが一つの原因だと考えられています。商売として、始めた場合、コストがかかりすぎてしまいますので、産業として成立しない状態になってます。なので、産業として、成立できるレベルまで、安く大量にうなぎを作るという技術を確立する必要があると考えてます。で卵を取るところは大量に、ある程度の安く、取るところができるので、孵化してから育てるところまでいかに安くできるのかというのが今のこの研究のメインターゲットになっております。シラスウナギという天然資源を 100% 利用しているので、やはり私たちがそれを天然資源として1匹ずつの命を大切に食べていかなければならないと思います。安く買って大量消費するのではなくて、一つの命として大事に食べていく、そういった消費者の考え方っていうのが重要になってくるのかなと思います。